昨日よりも雨がひどいじゃねえかよ。まったくよ、バカ。柔道、明日も雨。水曜日から晴れだな。腹減ったな。こんなことできるかな。マネージャー、雨をやめ、雨をやめ、バカ。おはようございます、ヨネちゃんでございます。今日は一日を通して雨。ヨネちゃんの魔法でね、雨を天気にすることはできなかった。基本雨の活動はねしたくないんだが、どうしてもね桜祭りの時期に合わせて予定を組んでるので、どうしてもね今日はエナ橋ってところをね観光で遂行しないと、どうしても段取りがねうまくできないということで、今日は雨であるがエナ橋を観光していきたいと思うぜ。それではエナ橋まで。わ、はい、エナ橋の交差点を越えてそろそろ着きそうだな。大井ダムを見てみようということで今向かっているが、パーキング4だね。こちらのパーキングを使うと大井ダムが見れると。そして着いたところがこちらだ。何もないところ。はい、傘を持ってね大井ダム行くよ。第4駐車場からねほどなくして大井ダム着いたけど、これ何も見えねえじゃんね。バカ。大井ダムは大正13年に完成した我が国最初の発電用ダムなんだって。ちょっとね木々が邪魔してるけど、ちょうどこの方角にダムがあるみたいだから行ってみようか。ダムまでね結構急な下り坂だけど、帰りが思いやられるなこりゃ。はい、やっと着きましたと。ほれ、これが大井ダムだぞ。綺麗なのか汚いのかよくわからない。ダムの下はこんなになってるんだ。ダムを直接映したいんだけどね、この角度じゃ映せないな。なになに、このダムへの立ち入りは危険ですから注意して通行してください。またフェンスの中へは絶対入らないでください。入っていいよってことだな。行ってみよう。今ねダムの上を歩いてるよ。どうすなら一番最後まで行ってみよう。ダムの上の機械設備っていうのはこんな風になってるんだね。結構機械的なんだねダムってね。ほら、ちょうどダムの中間地点、あの辺がフェリー乗り場だな。11時出港ということでね、それまで今ダムの上でね時間潰してるよ。お日様もそろそろ見えそうだ。ダムの維持管理って大変なんだね。ほら、あそこでも作業やってる。一番最後まで来たよ。その景色はこちらだ。どうや、ダムの放水時間
調べてない。さあ帰る。なんだよ、帰ってる途中でサイレンが鳴ってっから放水が始まるんだな。ちっきしょうめ、もうちょっと遅い時間帯だったら見られたのにね。はあ、ここのダム建設の工事で亡くなった人の慰霊塔だね。よし、今度はね、恵那峡の中心部に行ってみよう。ここじゃねえな、もっと下だな。あった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 。奥の方には遊園地もあるんだね。はい、着きましたとさ、第一駐車場に止めよう。はい、着いたのがこちらだ。あ、恵那峡はね、ちょっとした遊歩道があるんだね。行ってみよう。まあ、さっきこの大井ダム行ったからな、グランドホテルの脇を通ってきて今この辺か。あー、こういう風に島になってんだね。あ、遊歩道で一周できる。あ、わかったわかったわかった。やば、ヨネちゃん大好き弁財天がいる。ここには必ず行ってみよう。ここに観光案内所とか恵那峡ビジターセンターがあって、あ、ここにお土産屋さんがあるんだね。まずこの辺りを散策してみよう。問い合わせてみたらね、この遊覧船はね10時一番線が出るということでね、それに乗っていこうと思うぜ。よし、じゃあ遊覧船で一周してからだな。この島の一周は遊覧船乗った後にしていこうと思う。恵那湖、なんでここが開いてるんだよ。ずらしてやろうか。なんで開いてんの。早咲きの桜かな。咲いてるね。これだけだよ咲いてるの。小高い山の上に乗ってみました。どんぐり公園っていうんだって。誰だよお前。電力王福沢桃助、ここのねダムを作った人だね。はい、その像の隣に花桃が植えてあるんだけど、まだつぼみが硬い硬いね。よし、そろそろね乗船時間30分前なんで手続きだけしておこうと思うぜ。この桃はもう咲きそうだね。ここが恵那峡遊覧船だね。乗船者名簿を提出すると。はい、お願いします。恵那峡クルーズ遊覧船1500円。これが待合室だね。この恵那峡っていうのはね、木曽川をせき止めて作られたダムなんだって。この木曽川の荒れた流れをねせき止めたんだって。すげえね。いろんなね奇岩があるんだって。まずここの獅子岩、あとはこの屏風岩、それとこれ信濃寺岩、代表的な岩。ここにはああでもみんなアナウンサーばっかだな、地元のね。この人誰だっけ。あ、知らん。お前誰だよ。お前ら誰だよ。はい、ご乗船いただきましてありがとうございます。はい、いってらっしゃいませ。ありがとうございます。3番のお客様。はい、この遊覧船に乗っていくよ。船はどっち回りに回るんですか。反時計ね。はい、はい、サイン半時計回りって言うんで、多分うわ右側の座席がいいと思うぜ。こんな船内です。はい、出発しました。うん、ここの公園はね乗船が終わって、もし雨が降ってないようであればゆっくり一周回りたいと思います。走ってる。あの赤い橋がね。
けてるような気がする。ほら、霧の中に入ってきたよ。なんだこの湖は結構広いんだね。屏風岩っていう奇岩だね。ここまで行きます。遊覧船はこちらで、U ターンをさせていただきます。はい、ここでね、U ターンだそうですよ。はい、あれだね、信濃路岩ってやつだね。これがボケて見えねえよこれ。はい、口がね3つあるように見えるところなんで信濃路岩って言われてるらしい。子供の積み木細工みたいだな。ダメだ、窓がね曇ってきたから外が何も見えなくなってきた。ほら、もう何も見えないでしょ。はい、30分のね遊覧船の旅はこれでおしまいと。ありがとうございました。はい、もうおしまいかな。結局ね、大きなエンジン音にかき立てられちゃって、数々のね奇岩のアナウンスが何一つ聞こえなかったよ。な、今日遊覧船でございました。はい、雨の遊覧船、特にね室内だけの遊覧船っていうのはね、どうしても動画受けはできないよね。ちょっと編集してみなきゃわからないけど、多分みんな手前のね雨のしずくにピントが取られちゃってると思うんだ。せっかくなんでね、あちらの公園内外枠だけでも一周してこようかな。という間にね、霧のエナ郷になっちゃったね。と山の天気とね、海の天気はね、コロコロ変わる。県立自然公園エナ郷っていうんだね。じゃあその公園内をね一周してみよう。あー、意外に神秘的でいいね、この霧。霧のエナ郷です。それでここはね、ずっと桜並木がね続いてる遊歩道になってるんだよ。どうや、ほらずっと桜並木、まだ一番先端に来たよ。ここにハートの何かがあるな。行ってみよう。出た、恋人の聖地的な。よし、誰もいないんで鳴らしてやろう。ヨネちゃん大好き女の神様弁財天。はい、渡ってきた先の霧の摩周湖、その先には弁財天だ。この弁財天はお金を入れ込むとなんか面白いことがあるらしい。どうなるか。なあみんな、いえいえ、ウォウウォウしてるかい。バカ、雨が止まないんでね、えな、今日はおしまいだな。帰る、もう。結局雨は止むことなく、えな今日を後にしたいと思います。せっかくいいところなのにね、雨だとねやる気がねえしね、やることが一つ二つ多くなるしね。今日はね温泉にでも使ってね、ゆっくりしてようかな。まだ昼前、お風呂入るのに36キロ先に行くという。まあこれからはどんどん愛知の方に向かっていくんでね、愛知と岐阜の県境の方に向かっていく。約1時間です。その間にね、美味しそうなところがあれば昼飯でもしていこうかな。これクソ田舎道なんだけど、これが中山道なんだって。中山道を名古屋に向かって走っている感じなのかな。土地勘がないからね、わからん。中山道は国道19号線なんだね。ちょうどね、右側に中央高速と並列して走ってるような感じだね。ラーメン屋にしよう。ラーメン、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 ラーメン。はい、なんちゃらラーメン、ここで食べていこう。ちっちゃ、thank you.
一番ラーメンっていうとこだね。お味は普通でした。初めて見た掲示板で名神って書いてあるの、名神高速かな。岐阜県土岐市って読むらしいんだけど、それの市街を走っております。はい、今日はね、設備と広さでお風呂を選んでみました。今日半日ゆっくりしたいと思います。でかそうな温泉だね。よし、ここで少し考えるかにしよう。雨だしな。はい、もう暗くなっちゃったね。おい、なんだよ、目的地着くのかよ。真っ白じゃねえかよ。あら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 、真っ白だよ。これをどこに連れて行くつもりだ、このナビは。さあ、今度は道の駅どんぶり会館っていうところだね。こちらの方ちょっと寄ってみたいと思います。この地域はどんな感じなんだろう。なんて読むんだろうね。東濃西部地域っていうのかな。土岐市っていうのはもう町全体が陶芸の町なんだね。美濃焼のね、ほとんど陶芸関係の観光ばっかりだね。すごい、陶芸興味ない。この道の駅の売りにね、ここにあるのは全国各地の道の駅の人気商品が一堂に集まってるところ。すげえ。はい、今日はね、夕日はね、撮れそうもない天気なんでね、この最後の動画で終わりたいと思います。明日も雨予報だけど、どうなのかな。ヨネちゃん頑張りやす。バイなら。